はい、軽貨物運送業を展開しておりますゴルガチャモトロスミンの新名修です。今回もですね、弊社とご契約していただいている王さんのですね、インタビューを続けてお送りしております。では、王さんよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、将来的なお話ですね、どんなビジョンをお持ちですかということで、ちょっとビジョンのお話をしていただきたいと思います。今1個目の大手宅配会社でやっておるんですけれども、そこだけではなくて、いろんなところにちょっと行ってみて、最終的には独立したいなとは考えておるんですけど、独立っていうのは、自分で経営していくってことですよね。そうですね。ドライバーさん詰めて、素晴らしい素晴らしい。そうですね。自分一人じゃなくてね、みんなで束になって。っていうのはね、非常にいいことと素晴らしいビジョンだと思います。ぜひですね、そのビジョン達成してもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、この続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。